皆さんこんにちは。さあいよいよプロ野球もキャンプが始まりました、もうやっぱりワクワクしますね。2月1日、これはもうプロ野球選手にとってはお正月と言われる日なんですけれども、今日ですね、無事に、過ごせた選手、まあやっとこう今シーズンが始まったなという印象が強いんじゃないでしょうかね。実際僕もキャンプ地に行って取材もします。今年はですね、グラウンドの方にも降りられるような感じなのでですね、まあコーチ監督選手とどれぐらい接することができるんでしょうか。やっぱりまだコロナの影響がありますので、ちょっと距離を置いてやらないといけないとは思いますけれども、まあ去年よりはですね、ちょっと情報を収集しやすくなるというような環境の中で、この1ヶ月いろいろと、まあ、勉強していきたいと思います。まあ、今回はですね、まず前半は僕はテレビを見ながら、もう最近はテレビがですねもうすごい、もう今日日本ハムのテレビはですね7時間、キャンプを放送するっていうのがすごいですね。そしてファイターズはですね初日に紅白戦をしましたね。7イニング、まあ、これ僕はやっぱ選手にとってはですね非常にいいことじゃないかなという気がします。というのは、まあ、去年は新庄監督もですねもう本当手探りという状況の中でスタートしたけれども、まあ、1年やってみて、今年はもう勝ちに行くということですから、早くレギュラーを決めていきたいという気持ちも強いと思いますね。それとファイターズの今の選手の年齢がですね非常に若い、もう上でも30そこそこということですから、もう20代がずらっといますので、こういう選手はですねもう本当にこの2月1日にもう体を作ってきなさいよって言ったらきっちり作ってきたと思いますね。そういうところで今日はもう紅白戦をやったわけですけれども、この中で、まあ、ふるいにかけられながら1軍2軍を分けられる、そして、レギュラー、そしてベンチ選手、そういうふうになっていくわけですけれども、ある意味この2月3月このキャンプ、そして、オープン戦、この2ヶ月ここがですねもう本当にレギュラーを保証されてない選手にとってはですねもう一番大事なシーズンと言ってもおかしくないですね。だからここでマイペースでゆっくりやりなさいよっていうようなことはもう言えませんね。この若い選手の争い、この中で勝ち抜くにはもうどん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 結果を残さないといけないっていうね、これがまあプロ野球だと思います。じっくりと、まあ、体を作って、この開幕に合わせればいいんだなっていうふうに考えられる人はですね、もう本当のレギュラーっていう連中だけですね。それ以外の選手はですね、やはりもうこの2月3月の2ヶ月が勝負、ここで勝ち抜かないと今シーズンもなかなかチャンスをもらえないぞという形になっていくわけですね。まあ、我々解説者はこの2月キャンプどういうところを見るかって言いますとですね、まず一番気になるのはやっぱり新人というか新戦力ですね。まあ、新人選手、そして新外国人、このあたりがどういう実力の持ち主なのか、そういうことがですね一番気になります。ここをやっぱりしっかりと見極めないとですね、本当の戦力っていうのはですね分からない。それでもですねやはりこの、まあ最初はマシンバッティングから始まって、フリーバッティング、そして、試合形式、だんだんと難しい球に対してどういう反応ができるかというふうに、まあ、なっていくわけですけれども、まずはやっぱり形ですね、そのフォームがしっかりできているかどうか、これがまず最優先。そこから今度駆け引きだ、あるいはセンスのあるない、そういうものもこう加味されていくので、そこまではまだ今言えませんけれども、まずはいい形でスイングをしているかどうか、これがですね、一番気になるところですね。今日阪神タイガースのドラフト1位森下翔太選手のバッティング、マシンバッティングですけれども、室内でのスイングを見ておりました。素晴らしいスイングしておりましたね。僕が思ってた以上のレベルのスイングをしてました。もう僕がいつも意識してるのは、これがこうあまり遠くへ行かない、それで体重の移動がしっかりできてるか、そして、まあ、長打を打てるバッターの一つコツポイントですけれども、前に行き過ぎない、この軸の中でバチッと振れてるかどうか、そういうところをですね意識して見ていたんですけれども、この森下選手はですねこれもう今は直すとこないかなっていうぐらいの、この時点でですよ、この時点で直すところはもう今のところない、もうそのまま自分の思ったようにスイングしたらいいんじゃないのかなという気がしましたね。中央大学、
先輩にはですね、牧君がいますね。横浜 DeNA、 彼はもう1年目から大活躍しました。彼のバッティングも素晴らしかったんですが、現状森下選手のバッティングもですね、ちょっとこれ牧選手といい勝負するかもしれないなぐらいの、内容を見せてくれました。1日目、まあ故障しないでですね、このキャンプを乗り切って、そして、実戦でもですね、やっていけるかどうか、というところになりますけれども、形ね、フォーム、これはですね、今のところ直すところがないなというスイングをしておりましたので、ちょっと楽しみが増えたなという気がしますね。明日からはですね、まあやはり僕はあの関西在住なので、まあタイガースの仕事が多いんです。ですからどうしてもあのタイガース中心の話になっていきますけれども、ちょっと気になった選手をですね、もっと詳しく取り上げながらですね、お話ししていきたいなと思いますし、皆さんからのコメント、これもですね参考にしながら、そして、そのコメントにですねお答えできるところはお答えするように、このキャンプ期間をですねやっていきたいなと思います。どれだけの話ができるか分かりませんけれども、一日一日、見てればですね、必ず気になる選手がいますし、気になることが起きます。そういうものをですね、皆さんと共にですね楽しんでいけたらいいかなというふうに思っております。もう本当にね、この後は順位予想なんてしないといけない時期が来ますけれども、そうですね、それよりもやはりこの個人個人の、力量をですねしっかりとこう把握しながら、キャンプを見ていきたいなと思います。タイガースの場合はですね、外国人はですね、去年のカイル・ケラー以外は全員解雇、新しい外国人がずらっと来たということでですね、彼らの動向も非常に気になるところなので、明日以降、どんどんとですね見ながら、気がついたところをですねお話ししていこうと思います。皆さんもこういうことをちょっと見てもらいたいなということがあればですね、どんどんこのコメント欄に書いていただければ、その中でお答えできることはですねお答えしていきたいなというふうに思っております。まずは今日気になったのはですね、阪神タイガースのドラフト1位選手森下翔太。彼がですね、僕が思ってた以上のいいフォームでスイングをしていたということと、もう一つはですね、日本ハムの、まあ、二刀流ですね、矢澤宏太選手。ライトも途中守っておりました。まあ、足は速いんですけれども、あのボールの追いかけ方はまだこれからだなというのを感じました。まあ、あの守備はですね、練習すれば必ず上手くなりますので、まあ、あのファイターズにはですね、もう名手がいっぱいいますので、これはもうあの守りの方は僕はそんなに心配していません。必ず上手くなっていくと思います。あとは、ね、バッティングがどれぐらいのもんかっていうことになりますね。それとピッチング、まあ、150キロを超える、ボールも持ってるということで、この辺もですね、まあ、キャンプを見ながら、おいおい喋れればなというふうに見ております。まあ、とにかく球団にあまりこだわらずにやっていこうという気持ちは強いんですけれども、どうしても阪神中心になるというのはちょっとご理解いただきながら、このキャンプ何か気がついたことを毎日喋っていこうかなと思っております。よろしくお願いします。